グラント・ヒル、トレイシー・マグレディ、スコッティ・ピッペンなどと同じく7回のオールスターに選ばれた2000年代後半、ホークスの絶対的なエース、ジョー・ジョンソン。試合終盤、アイソレーションから幾度となくクラッチシュートを沈め、いつしかアイソジョーという名で親しまれました。そんな華々しいシュートを沈める一方で、常に控えめの性格でもある彼は、その実績の割に見過ごされた存在のようにも感じます。ということで今回はジョー・ジョンソンのキャリアを振り返っていきたいと思います。1981年6月、ジョー・ジョンソンはアーカンソー州リトルロックで生まれました。リトルロックセントラル高校3年生の時には州のミスターバスケットボールに選出。地元のアーカンソー大学に進学したジョンソンは1年生ながらチームトップの平均16得点、5.7 リバウンド、2スティールを記録。チームを NCAA トーナメントに導きます。NBA 入りしてからのジョンソンはアイソジョーまたはジョークールというニックネームで知られますが、大学時代はアルマジロカーボーイという愛称で親しまれていました。201センチ、108キロのサイズを持ちながらオールラウンドなスキルを持ち合わせていたジョンソンは NBA のスカウトからの注目を集めていきます。そして2年生のシーズンが終わると NBA 入りを決断しアーリーエントリーを宣言します。With the 10th pick in the 2001 NBA draft, the Boston Celtics select Joe Johnson from the University of Arkansas. クワミ・ブラウン、タイソン・チャンドラー、エディ・カリーなど多くの高卒ビッグマンが指名される中、ジョンソンは1巡目全体10位でボストン・セルティックスから指名されました。セルティックスにはポール・ピアース、アントワン・ウォーカーという2人のオールスター選手がいました。2001、2002年のルーキーシーズン、6年連続でプレーオフ進出を逃していたセルティックスはこの年予想外の快進撃を見せました。しかし好調のチームとは対照的にシーズンの多くを先発で出場するも平均 6.3 得点とジョンソンは NBA の舞台に苦戦していました。結果としてこの年のセルティックスはプレーオフでも上位を狙えると判断し、ルーキーのジョンソンのトレードを決断。トニー・デルク、ロドニー・ロジャースという2人の即戦力を獲得し、ジョンソンはわずか半年でフェニックス・サンズへ放出されました。サンズに移籍したジョンソンが飛躍したのは、キャリア3年目の2003、2004年のシーズンのことでした。ペニー・ハーダウェイからの先発の座を奪い取り、シーズンを通して平均 16.7 得点、4.7 リバウンド、4.4 アシストを記録。さらにキャリア4年目の2004、2005年のシーズンにはスティーブ・ナッシュがチームに加入。マイク・ダントーニーの攻撃型スタイルのもと、スリーポイント成功率リーグ2位の 47.8% の確率を記録。MVP のナッシュを中心にアマレス・ターダマイヤー、ショーン・マリオン、クエンティン・リチャードソン、さらにジョンソンが躍動したサンズはリーグトップの62勝という成績を残しました。またプレーオフでもジョンソンは好調を維持し、ファーストラウンドのゲーム2から4試合連続で20得点以上を記録。しかしマブスとのセカンドラウンドでのゲーム2で顔面を骨折、6試合に欠場した後カンファレンスファイナルの途中で復帰を果たします。しかしジョンソンを欠いたホームでの2試合で連敗を喫していたサンズはシリーズの勢いを取り戻すことができず、この年優勝を果たすスパーズを相手に1勝4敗で敗退に終わりました。シーズンが終わるとジョンソンのルーキー契約は終わり、制限付き FA となりました。サンズの飛躍に大きく貢献したジョンソンは誰しもがフェニックスに留まることを信じて疑いませんでした。しかしオフシーズンがやってくるとサンズは彼との交渉を前向きに進めようとはしませんでした。サンズのオーナーは財布の紐が固いことで有名なロバート・サーバーでした。サーバーは1巡目の指名権を現金で売ることもあるほどに常に金銭面を優先して給
球団経営を考えていました。そんなサンズがジョンソンに提示したオファーは6年5000万ドル。これはマックス契約よりも4000万ドルも低いものでした。当時のジョンソンにマックス契約の価値があるとは誰も思ってはいませんでしたが、彼はまだ24歳でした。また金額以上に彼が不審に思ったのは、サーバーが交渉の余地を持たず一方的に条件を受け入れろというその姿勢だったと言われています。ジョンソンはサンズで二度とプレーしたくないと公言するようになり、ホークスが6年7000万ドルのオファーを提示してくると、サンズには契約にマッチしないよう強く要求をしました。結果としてサンズはジョンソンの移籍を承諾し、サイン&トレードで放出。サンズが見返りとして獲得したのは、期待通りに活躍できずに苦しむボリス・ディーオーと2つの1巡目指名権でした。ホークス移籍初年度の2005-2006年のシーズン、平均 20.2 得点、4.1 リバウンド、6.5 アシストを記録。チーム事情からポイントガードでプレーするなど、オールラウンドに活躍する一方で、チームは26勝56敗と散々な成績に終わりました。また、2006年の夏には日本で行われた世界選手権にアメリカ代表としてプレー。先発で起用された準決勝のギリシャ戦、予想だにしない波乱の展開が埼玉スーパーアリーナで起こります。アメリカは屈辱の銅メダルに終わりました。しかし移籍2年目の2006-2007年のシーズン、平均25得点を記録し、自身初のオールスターに選出されます。そして翌シーズン以降も安定した活躍を続け、6年もの間連続してオールスターに選出。ジョシュ・スミス、マービン・ウィリアムズ、アル・フォーフォードといった若手が台頭してきたこともあり、ホークスは2008年からの5年間毎年プレーオフの進出を果たしました。中でも2009年からの3シーズンセカンドラウンドにも進出を果たし、ホークスはイースタンカンファレンスの強豪として君臨。この若いチームの中にあって、試合終盤アイソレーションから数え切れないほどの決勝打を沈めたのがアイソジョーと呼ばれるジョンソンでした。He's got plenty of room. Joe, the baseline. Hawks fighting the Hawks again. JJ rises up and drains the shot at the Atlanta Hawks. Joe puts it up for the win. Got it!2010年の夏になると6年の契約が終わり、29歳のジョンソンは FA となりました。この年の夏にはレブロン・ジェームスをはじめ、ウェイド、ボッシュ、ピアース、ロンド、ノビツキー、アマレス・ターダマイヤーなど多くのスター選手が FA となりました。そんな中、ホークスとジョンソンは6年1億2400万ドルの再契約を締結。この契約はこの夏のどの選手よりも高額なものでした。大型契約によりジョンソンはホークスでキャリアを終えるかに思われました。しかし2年後の2012年の夏、ジョンソンはトレードでネッツへ移籍することになります。ジョンソンが移籍したネッツはニュージャージーからブルックリンへ移転し、新たな船出を迎えるタイミングでした。2012-13年のシーズン、ブルック・ロペス、デロン・ウィリアムズに加え、ジョンソンが加入したネッツはこの年5年ぶりにプレーオフ進出を果たします。そしてオフシーズンにはピアース、ガーネット、ジェイソン・テリーのベテラン3人がネッツに入団。しかしこのスター軍団は明らかに期待を裏切る結果に終わりました。そんな中、ジョンソンはチームのトップスコアラーとして一人安定した活躍を続けていました。
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back. Back live. Joe Johnson got it. Johnson against J.R. Smith now. Johnson on the drive. On the pull-up shot is good. Into Williams. 5 seconds left. 4 seconds left. Johnson. A jumper for three. Yes! 1 point. There is Noah. Johnson now with 12 to shoot. Johnson the drive. Johnson, he's got it. They trail 2-1. Get it in for Johnson. One dribble. Flyer is good. Johnson gets a shot off. ネッツで3年半過ごした後、再建を余儀なくされたチームはジョンソンを解雇し、直後に彼はヒートと契約。ヒートに移籍するとすぐに先発として起用され、プレーオフ進出に貢献します。さらにヒートはセカンドラウンドに進み、ラプターズを土俵際にまで追い詰める原動力となりました。翌2016-17年のシーズンにはジャズと契約を結び、控えメンバーとしての役割を受け入れ、チームの5年ぶりのプレーオフ進出に貢献。35歳のジョンソンがベンチから出てくることは相手にとって脅威であり続け、特にプレーオフでは存在感を示しました。36歳となったジョンソンは2018年にロケッツへ移籍し、ベンチから約20分間プレー。平均6得点に終わり、プレーオフでは出番に恵まれませんでした。その後、無所属になるものの、現役にこだわり続けたジョンソンは3人制リーグ、ビッグ3でプレー。ここでの活躍により、2019年の開幕前、ピストンズとの契約を勝ち取ります。しかしシーズン開幕前に解雇となり、38歳を迎えた彼の NBA キャリアは幕を閉じたかに見えました。しかし2021年12月22日、キャリアをスタートさせたボストンで1304日ぶりに公式戦に出場。わずか2分の出場ながらもジャンパーを沈めてみせます。ジョンソン in the lane. ジョンソン takes it. Oh yeah! I show Joe do this thing!そして2022年現在、 NBA プレーヤー不在の大陸予選を戦うアメリカ代表、さらにビッグ3でプレーを続け、今もなお現役プレーヤーとして活躍を続けています。今回はジョー・ジョンソンのキャリアを振り返りました。ジョンソンはお世辞にも常に目立つ存在ではありませんでした。それは彼の性格やプレースタイルがとても控えめなものだったからです。しかしジョンソンの所属したチームは13シーズンにわたりプレーオフに進出。彼の存在は確実にチームをステップアップさせ続けました。そしてこの時代において試合終盤最もボールを持たせてはいけない男、それがジョー・ジョンソンでした。彼が再び NBA に復帰する、そんな奇跡を期待して、今後も彼の動向には注目していきたいと思います。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。動画が良ければ高評価、コメントやチャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。Splash for Joe Johnson. Wow, big time move for a 6'7 guy. How about getting it down and real low to the floor?